スネックマ C450 コレオプテール C450 コレオプテールは1950年代にフランスのスネックマで開発されたテールシッターと呼ばれる V トール実験機である。名称のコレオプテールはフランス語でカブトムシを意味する語である。C450 はスネックマータージェットエンジンを垂直に立てその先端部分にコックピットをつけただけの非常に シンプルな構造のテールシッター V トール機である。半分から下はドラム缶のような形状で一見ダクテットファンのように見えるが内部にファンがあるわけではなくこの部分は円筒形の翼として設計されている。円筒翼は胴体から出ている小さな4つのフィンで固定されており翼の内部は燃料タンクとなっている。最下部には車輪と 小さな尾翼がついている。垂直離着陸時の操縦は、ジェットエンジンの水力変更により行われ、機種には着陸時の岸上げを容易にするための先尾翼が格納されている。操縦席や飛行制御機構は、機体が垂直姿勢でも水平姿勢でも常に同じ姿勢を保てるよう90度の範囲で角度を変更できた。地上においては、発射台に乗せて輸送され、 発射台は油圧ジャッキにより機体をいろいろな姿勢に変更可能になっている。C450 はフランスのジェットエンジン開発、製造企業として第二次世界大戦後に設立されたスネックまで1956年から1958年にかけて開発され、試作機の製造はノールアビアシオンで行われた。YouTube では当時の記録映像を見ることができる。 1958年4月、フランス空軍に納入され、1959年5月6日に初飛行に成功している。垂直上昇後に水平飛行に転換できたかどうかは不明。だが1959年7月25日に9回目の試験水平飛行中操縦不能に陥り、パイロットは辛くも脱出したが機体は大破。以後予算の折り合いがつかず、 コレオプテールプロジェクトは終了した。試作騎士料室、ありがとうございます。